もうこの辺がないみたいな感じ。取られたか。何番目ぐらいにコラヤバイランキングっていう感じですか。4位ぐらいに入るんじゃないですか。すごいな、そういう大会あったらそっちで有名になりそうな感じですね。いった結構来てますねこれ。いてててて、ね、いやちょっと痛いですよ。おー、よいしょ。
痛すぎる。これ気持ちいいっていう人が多いですよ。うっすいた。なんでこんな痛いんですか。硬いから。寝不足ですよね。痛いこの辺がないみたいな感じの。もぎ取られた感じになってる方には。
イエーイ。痛いっすね。なんかそうですね。すごいね。マジマジマジ。もうえぐり取ろうとした。じゃあ青系やってください。どこが一番痛かったですか。ここら辺。あ、じゃあ一番頭が疲れてるところですね。よいしょ。手楽にしてるですよ、大丈夫ですよ、うん、頭使いすぎってことですか。それもあるんじゃないですか。体をバランスよく使わないといけないですから。すごい痛い。いや、痛い。これもそんな痛がる人あんまいないですよ。いや、痛いっすよ。目は疲れてるんじゃないですか。まあまあ、それはなきにしもあらずって感じですよね。ふわってなります、これ。ああ、気持ちいいかもしれない。まあ、あとあれですね、この、こう、顔が、しかめっ面なんですね。そうなると、ここが寄ってるからここが固まっちゃうんで、目の血流も悪くなるので、目の周りが痛いっていうのはそういうことだと思うんですけど、もうちょっとこう表情を豊かに、力を入れない、しかめっ面をしない。ことですかね。なるほど。ずっとなんかこう C の字になってるの気になるんですけど、なんかねちょっと怯えてますね。疑ってる感じしますよ、体がこっちに戻ってるんです、真ん中に寄って。その感覚がなかったですね。ここがちょっとずれてるんですよ。なるほど。こっちに乗せてください。はいはいはい、そう、なんかまだ変なんだよな。もちろんこっちです、お腹が。はい。そう。多分お腹周りも良くないってことですかね。ご視聴ありがとうございました。気に入りましたらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。See you.